いい感じ、いい感じ。ジェン君、おはよう。お布団の中からおはよう。はい。ジェン君。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんは布団の上ですか？ポンちゃん。はい、始まり始まり。ポンちゃん、お布団片付けられないんですけど。君が乗ってると片付けないんだそうですよ。そうなんですよ。そしてジャン君はおとなしくここで、半分だけあったかいのね。この辺だけあったまってんのね。さあ朝飯作ってこよう。ポンちゃん片付けしたいよ。ポンちゃん今ご飯を食べ終わったので、これからお風呂に行こうと思っています。ポンちゃん、どかされたのね。そう、どいてくれたの。そう、自分から買い。ポンちゃん、ポンちゃん、全然ピントが合わない猫。ポンちゃん、毎回言われてるけど、どうしたらいいんだろうこれ。こうやって、こう。はい、やった。さあ、じゃあお風呂の準備しよう。はい、ジャン君、ポンちゃん、お風呂上がってきました。行くときは随分泣いたみたいだけど、落ち着いてんのね。ポンちゃんは最初から落ち着いてんのね。おぽんちゃん、はいはい、
はいはい、失礼。時々引っかかる感じがあるね。はいはいはい、あ、すいませんでした。あ、おいで、こっちゃん爪研いでないで、こっちおいで、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 はい、えらいね。気持ちいいね、ばあちゃんね。ああ、リカさん。リカさんね、ばあちゃん。リカ、ああ、いましたね。はい、リカさんよ。はい、はい、6時半になりました。今日は、2月2日、猫カフェ明日モニャニャスタートいたします。2022年2月2日ですね。にゃん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 にゃおんにゃにゃにゃん、まあ何でもいいのかな、とにかく猫の日ということでスタートです。大井さん、こんばんは。こんばんは、ようこそいらっしゃいました。猫の日なので、ポンちゃん、はい、プラス、ジャン君思い出動画645番目の動画を表示いたしますね。左下に出ますよ。はい、出ました。ジャン君のところにポンちゃんが、訪れてですね、ジャン君が気になって気になってしょうがなかったけれども、好きな子には好きと言うという動画になっています。好きなら好きと言うだったかな。ジャン君がアプローチをかけている、動画になります。ちょっと可愛いと思いますのでね、見てください。さてと、まあ、2月に、2月2日、2月22日もあるのか、うん、そしたらえらいことになるのかな、うん、まあ、2222年だったらもっとすごい。さて、12時をちょうど回ったところなので、そろそろ寝ますよ。ジャン君、お休みの時間です。布団を敷きますね。ジャン君、お休み前の甘えですか。はい、お腹をこれやろうか。うん、ちょっとやろう、もうちょっとやろうよ。背中になっちゃうな。お腹やりましょうよ、お腹。いい感じ、いい感じ。白いの取れた。